ジャパン、すごい日本と世界のニュースへようこそ。今回は中国の偽りの GDP の作り方についてお話ししていきたいと思います。中国国家統計局が7月15日に発表した2024年4月から6月期、つまり第2四半期の GDP データによると、物価変動を考慮しない実質 GDP は前年同期比で 4.7% 増加しました。これは前期の1月から3月期における5.3%との成長からかなり減速してしまっています。ハイテク製品の生産が成長を牽引したものの、消費や不動産市場の低迷が全体の成長を抑制しました。この成長率の低下は中国経済が直面している複数の課題を反映しています。特に消費の伸び悩みと不動産市場の不調は経済全体に負の影響を与えています。一方で2024年1月から6月期の GDP は 5.0% 増であり、中国政府が目標として掲げる 5% 前後を達成しています。2024年上半期の主要な経済指標では、工業生産が前年同期比で 6.0% 増加しました。特に 3D プリンター、新エネルギー車、集積回路の生産が顕著な成長を見せ、それぞれ 51.6%、 34.3%、 28.9% 増加しました。これらのハイテク分野の成長が全体の工業生産を支える形となっています。以上のデータは中国経済が一部のセクターで依然として力強い成長を見せる一方で、全体としては慎重な成長を維持していることを示しています。これらのデータに関してなんですが、もう少しいろいろなところまで見ていきますと、結構突っ込みどころ満載なものになっているんですね。今回はこの中国の発表と中国国家統計局の作り上げる GDP 成長率の偽りの数値がどのようにして作られているのか見ていきたいと思います。このチャンネルでは日本を応援する立場から、日本や世界の興味深いニュースを中心に様々な情報をお届けしています。こちらは当チャンネルから発信した動画の代表的なものになります。こうした情報に少しでも興味のある方や日本が大好きな方は、忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。まずは今回発表された GDP について、楽天証券経済研究所の加藤義和さんがトーシルの記事で大変わかりやすくまとめていただいているので、そちらを引用しながら見ていきたいと思います。第1四半期における工業生産の前年同期比は 6.1% 増で、第2四半期は 6% 増とほぼ横ばいですが、6月は 5.3% 増と落ち込みを見せています。次に小売売上に関しては、第1四半期には 4.7% 増であったものが、第2四半期には 3.7% 増に落ち込んでいます。しかも6月は 2.0% 増とかなり低調ですね。6月における小売の大きな落ち込みは、各地で頻発している洪水や異常気象によるもので、内需が一気に弱ってしまったことが考えられます。さらに不動産投資もさらなるマイナスとなっていますが、貿易、特に輸出に関しては伸びていますね。過剰供給の解消のために輸出に活路を見出している中国の状態がよく表れているところです。そして特にこの不動産の数字に関しては、実際はさらにひどいことは容易に推測できます。不動産では新築住宅の販売面積、販売額がそれぞれ前年同期比 19% 減、25% 減となっていまして、この価格に関しては9年ぶりの大幅ダウンです。5月には国有企業にお金を回して不動産を買わせたり、購入時の頭金比率を引き下げ、住宅ローン金利の下限を撤廃などといった大型のテコ入れ策も導入したものの、価格上昇や制約増につながっておらず、改善には程遠い状況ですね。独立系シンクタンクであるアンバウンドの研究員は、需給に根本的な変化が生じており、今回の政策で不動産市場の下落傾向を短期間で覆すのは難しい、底入れにはまだ時間がかかるだろうとしています。また固定資産投資は第1四半期が 4.7% 増に対して、第2四半期は 3.9% 増と成長率が鈍化しています。ただこの固定資産投資に関しては、国有企業による投資
が主導する形でして、民間投資に関しては 0.1% 増にとどまっています。また失業率に関してはほぼ横ばいで 5% あたりが続いているところですが、この失業率は統計の取り方を変えて少しでもよく見せようとしていたり、そもそも真っ先に失業していっている農村戸籍の出稼ぎ労働者の方々は統計に含まれていないので、もはや何の当てにもならないわけですね。農村戸籍、そして就業意欲のない若者、これまで統計に含んできた休職中の学生などを合わせると失業率は 50% を超える可能性もあるなんて言われているわけですが、こうした状況であったり、不動産を購入してローンの支払いに四苦八苦しながら住宅価格が下落することで財布の紐を固くしている人が大勢いるわけで、これで国内の消費が回復するわけがないんですね。この状況でどうして GDP 成長率が第一四半期で 5.3% 増、第二四半期で 4.7% 増だと言えるのでしょうか。成長分野が不動産不況をカバーしているって中国は発信しているわけですけど、不動産関連は中国の GDP の3割ほどを占めていますから、カバーしきれるわけがないんですね。しかも少子高齢化問題、一人っ子政策の弊害など同時多発的に国内社会の問題が表面化しています。これらを見ていくと明らかに日本のバブルよりも最悪の状況なんですね。しかも中国共産党は不良債権処理を進められないと、実態も把握できない状況な上に不良債権処理は経済と金融に一時的に多大なる影響を与えることになります。そうなれば中国国民は中国共産党の指導はとんでもない間違いだったとして大規模な暴動を起こしかねません。なぜなら共産党が国家のトップとして憲法に組み込まれている中華人民共和国においては政権交代というものが存在しませんから、中華人民共和国を滅ぼすという形でしか社会を変えることができないんですね。習近平国家主席はそこを恐れているわけです。そうして民衆を騙すために、あるいは国家統計局が習近平国家主席のご機嫌を取るために調整しているのが GDP 成長率や失業率などの公式統計なんです。今年は GDP 成長率 5% 前後という数値を目標にしており、第一四半期は輸出が伸びたので 5.3% を達成したということにしています。しかし第二四半期は 4.7% 成長にとどまりました。これは合わせてちょうど 5.0% 増になるということで、及第点のように見せたいわけですね。国民の肌感覚としては経済の低迷は激しいので、ここで 10% 成長したみたいな露骨な嘘をつくわけにもいかないわけです。私としては中国の公式統計の数字から 3% から 5% ほど引いた数字が実数に近いと考えていますが、ソ連などは GDP を倍ぐらい持っていたので、あるいはそれ以上かもしれませんね。中国の官製メディアは 4.7% という数字は前面には出さずに、上半期で 5.0%成長ということを前面に打ち出しており、中国共産党が苦しい経済の中で想像以上に奮闘したという印象を国民に植え付けようと必死です。しかしながら 5.0% 前後を目標にしたから 5.3% と 4.7% でちょうど平均 5.0% にして報告しようだなんて子供の発想ですよね。ゼロコロナ政策を行っていた2022年ですら、なぜか GDP は 3.0% 成長していますからね。いくら何でも無理がありますよ。中国の国民をバカにしているような発表です。経済活動をあちこちで止めているのに前年よりも成長しているんですからね。でも正しい数字を公表しようものなら国民もそうですが、一番怒るのは習近平国家主席です。なんでこんなに経済が悪いんだって幹部に問いただしたなんて話もありますけど、あんたのせいだよとしか言いようがないですね。唯一の望みであった IT に関しても民間が力をつけすぎることを恐れて規制かけまくりで潰しちゃったわけですから、どうしようもありません。果たして今後中国経済がどう動いていくのか、引き続き注目していきたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったという方はチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いします。また当チャンネルはメンバーシップも開設しております。メンバー限定動画や過去の非公開動画などを公開していきますので、ご興味のある方はメンバーシップの加入をお願いいたします。またグループチャンネル世界の経済ニュースでは、このチャンネルだけでは得られない幅広い世界の動きについて取り上げています。サブチャンネルジャパンさんのお話では日本の観光地巡りなどしていますので、概要欄からぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。